こんにちは、小園です。文明開化をきっかけに一気に西洋化を目指した日本。それまでの長い鎖国時代からの劇的な転換で、当時の人々は戸惑ったと思います。それがあったから今日の日本があるわけですが、中には違和感が大きい歴史もあります。その一つが鹿鳴館。私が初めて鹿鳴館を知ったのは中学の教科書ですが、写真に残る人たちはめちゃくちゃ背伸びをしていて、きらびやかというよりも絶妙な違和感が心に残りました。私が大嫌いだった日本史の先生がとにかく絶賛していたからかもしれませんが、ということでわずか数年で終わったのに私に絶大なインパクトを残した鹿鳴館時代についてまとめます。鹿鳴館時代は、鹿鳴館といわれる西洋館が落成される1883年、明治16年から鹿鳴館の使用が中止となる1887年、明治20年の4年間を指します。鹿鳴館ではヨーロッパのお城で見られるような舞踏会や食事会が夜ごと催され、ヨーロッパの上流階級さながらの舞踏会が展開されます。でもそんなめくるめく日々はたったの4年で終わりを告げます。日本では鹿鳴館スタイルと呼ばれるものがあります。それがこれ、バッスルスタイルのイブニングドレスです。これが私の違和感の最大の理由です。この腰の部分を後ろに大きく張り出したスタイルは当時の西洋で流行っていたものでした。なぜバッスルスタイルなのかといえば、ドレスの後ろの部分をふんわりさせるために使用する腰当てをバッスルというからだそうです。江戸時代まで、いや明治時代になっても日本人は着物が基本でした。白人に比べると寸胴な日本人の体には着物がぴったり。それなのに突然取り入れた洋装はドレスの中でも着こなしのハイレベルなものでした。バッスルスタイルのイブニングドレスは全体に涼感があり、とても贅沢なことに間違いはありません。そしてメリハリボディの白人が着れば美しさを引き出すようにと進化してきました。一方、江戸時代の日本人は肉を食べなかったこともあり、歴史上最も低身長な時代でした。そのような体つきで白人が着て美しいドレスを着こなすのはかなり無理があります。バッスルドレスはクジラの骨などでできた軽いカゴのようなものを腰につけることでスカートを膨らませました。そしてふんわりとした仕上がりにするためにたくさんの布地を必要とします。当然ながら価格はべらぼうに高かったそうです。ドレスはレースやビロード、サテンなどの高級素材で作られています。また表からは見えないコルセット、シュミーズ、ストッキングなども揃えなければなりません。これらは当然舶来物、一式揃えると450円したそうです。この時日本一の高級取りと言われた総理大臣の月給が500円、彼をしても夫人の梅子さんのドレスを一揃い揃えるのは大変だったことでしょう。日本にはなかったドレス、どうやって手に入れたのでしょうか。これには2つの方法がありました。1つは横浜あたりの商館から買い付ける方法です。前述の450円はこの価格です。もう1つはオーダーメイドで作ってもらう方法です。明治19年、当時は三井呉服店という名称だった現在の三越が女性の洋服を作るためにフランスから女性の裁縫師を3名招いています。こちらは450円よりももっと高価になったと思われます。鹿鳴館は1883年、明治16年に日本の外務卿、内閣制度以降は外務大臣の井上馨が旗振り役となって建てられました。彼の推進する欧化政策の一環として建設された西洋館です。用途は国賓や外国の外交官を接待するための社交場。鹿鳴館を中心にした外交政策を鹿鳴館外交と言ったりします。当時開国させられて間がなかったこともあり、欧米諸国との間には不平等条約がありました。植民地ではないけれど独立国としては認めない反独立国といった感じです。鹿鳴館はこれをなんとか改正したいと頑張った象徴でもありました。不平等条約の内容は
簡単に言えば全てにおいて不平等でした。当時の世界は絶対的白人至上主義、そんな人たちがアジアの端っこの小さな島国を重要視するはずはなく、その結果が不平等条約だったわけです。日本にとっては特に関税自主権が否定され、外国人に対する治外法権があることが悩ましいことでした。それを改善しようとしたのが外務卿の井上馨だったわけです。でも日本に住む外国人の中には、ちょっと前まで行われていた卓球や打ち首を実際に目撃した人が多くいました。そのため自国民が全近代的で残酷な刑罰に処せられることには賛同できないと、治外法権撤廃には大反対。そこで日本は欧化政策を推進し、日本が近代化したことを広めようとします。そのために大日本帝国憲法や民法を急いで作り、欧米風の社交会を開催して外国使節団を接待、日本は文明国になりましたと諸外国に示そうとしたわけです。当時の日本には国賓を招く迎賓館も社交会を開ける場所もありませんでした。1870年明治3年に急遽改修した浜離宮の迎賓館や港区三田の八須賀公爵邸などを借用していましたが、どうしても使い勝手が悪い、それ以上にもっとヨーロッパっぽいものが欲しいということで、内山下町の旧薩摩藩装束屋敷跡、現在の千代田区内幸町に鹿鳴館を建設することになります。計画に着手したのは1880年明治13年、どうせならもっとスケールアップしようと途中で規模拡大があったため3年がかりで建設し、1883年明治16年7月に落成しました。設計はお雇い外国人であったイギリス人のジョサイア・コンドル氏、西洋の雰囲気に劣らないものをとの気合が感じられます。完成した鹿鳴館はレンガ造り2階建てで、1階に大食堂、談話室、書籍室、2階が舞踏室で、3室開け放つと100坪ほどの大広間になりました。バーやビリヤード設備も備えた最先端の場所でした。ところでなぜ社交場が必要だと思ったのでしょうか。それは海外に留学した人がヨーロッパに驚きを感じたからです。日本では祭りごとに女性が表立って口を出すことはありませんでした。完全に男の世界でも、ヨーロッパ列強の外交官は婦人同伴で食事や舞踏を楽しみます。時にはそうした席で重要な外交上の駆け引きも行う。それを目の当たりにした日本人にとって大きすぎる衝撃でした。そこで女性も表舞台に登場させようとなったわけです。女性の側もさぞ戸惑ったことでしょうね。頑張って外観を整えた鹿鳴館でしたが、肝心の中身には問題がありました。鹿鳴館に出入りする政府高官は江戸時代には武士階級だったものの、庶民と変わらない生活を送っていた足軽や地方の出身者も多く、その妻や妾といえば人前での立ち居振る舞いも怪しい人たちでした。そうなると品格という点で問題が出てきます。しかも海外に行ったことがないほとんどの人は西欧式舞踏会のマナーやエチケットなどを知る術もありません。それもあって食事の仕方、ドレスアップの作法、ダンスの踊り方などは西洋人の目には様にならないものばかりでした。実際西欧諸国の外交官は上辺では連夜の舞踏会を楽しみながら、その書面や日記などに国慶などと記して嘲笑していた記録が残っているそうです。切ない。そこで品格を高めるために、育ちの良い子女として女子高等学校の生徒も動員されたそうです。ちなみにこの写真は現在のお茶の水女子大学の前身である東京女子高等師範学校の服装の記録写真です。明治18年には着物だったのですが、翌年には突然ドレスになっています。制服なのかイベント用の正装なのか分かりませんが、すごい変更です。またダンスの訓練を受けた芸妓が舞踏会に動員されていました。芸妓は人前で踊り接待をするプロ、洗練された彼女たちは初めて袖を通したドレスも見事に着こなしたと言われています。海外の人は滑稽といった鹿鳴館ですが、中には楽しくてしょうがないといった人もいたようです。異国の服装を身にまとい、
心ならずも偉人の腕に抱かれてダンスのステップを踏んだ女性の覚悟こそ大和なでしこの心意気だと説く人がいる一方で、数々の浮き名のを流す伯爵夫人や大臣夫人もいたそうです。例えば西郷隆盛のいとこで貴族院議員だった大山巌夫人の捨松、おしどり夫婦と言われた二人でしたが、捨松は背も高く美人な上留学経験もある才女でした。流暢な英会話に加え仏語と独語も話せ、冗談を織り交ぜながら諸外国の外交官たちと談笑しました。社交ダンスは12歳の時から身につけたと言われ、華麗なステップを踏み常に周囲に異国の人々を従えていたと言われます。ついには六名館の花と呼ばれるようになりました。また男性にとっても普段は見ることもかなわぬ他人の女房を眺めることができ、さらには酒を飲みながらその手を抱いて踊ることができるという楽しみもありました。舞踏会という異国の風習は何とも言えぬ甘美な雰囲気を持っていたわけです。六名館建設の趣旨としては舞踏会を催すことで文明が上がったということを異国の要人に見せ、さまざまな条件を緩めてもらう魂胆だったと言われています。でも本当に舞踏会を開けば何とかなると思っていたのでしょうか。一説によれば女性に接待をさせダンスを踊ること自体に魅力を感じた男性が方向を狂わせたとも言われています。甘美な雰囲気があった六名館ですが、当時の政治家や元武家の人たちの中には欧化政策自体を批判する人も多くいました。いわゆる国粋主義者です。そんな人たちは六名館での行事を強者を競い陰逸に至る大敗的行事などと言って非難します。そして宗師のデモが執拗に行われるようになります。時には宗師数名が抜刀して乱入し、悲鳴を上げて逃げ惑う紳士淑女を尻目にホールの柱を切りつけることもありました。国民の間にも心よく思わない人が増え、警官の警戒が厳重を極めたと言われています。そうして井上馨の六名館外交への風当たりは次第に厳しいものとなります。さらに条約改正案の内容が世間に知られると大反対が起こります。こうして面目を失した井上馨は1887年9月に外務大臣を辞任、六名館時代は幕を下ろすことになります。六名館という公式の社交場がなくなり、舞踏会はどうなったのでしょうか。実は六名館はなくなっても舞踏会は行われていました。会場となったのは政府高官や家族たちの私邸。それでも六名館という分かりやすいターゲットがなくなったことで、国民の弾劾も宗師の嫌がらせも急激に下火となりました。選ばれし大人だけの甘美な世界は表舞台から姿をかすめ、密かな楽しみとなったわけです。六名館の建物は井上馨が外務大臣を退任した3年後の1890年、明治23年宮内省に払い下げられ、家族の親睦団体が一部を使用することになります。14年後の1894年、明治27年6月20日の明治東京地震で被災した後、土地建物が家族会館に払い下げられます。昭和に入ると家族会館の敷地は売却、旧六名館の建物は残されていたものの、敷地に日本徴兵保険のビルが新築されました。その後1940年昭和15年になって旧六名館は取り壊し、理由は時代にそぐわぬ不敬罪とのことでした。1937年昭和12年7月から日本は日中戦争を行っていましたし、ヨーロッパでは1939年昭和14年9月に第二次世界大戦が開戦したので避けられなかったのかもしれません。ちなみに六名館の正門として使用された旧薩摩藩装束屋敷跡の通称黒門は旧国宝に指定されていましたが、1945年昭和20年の空襲で焼失しています。西洋に何とか追いつこうと頑張った歴史が時代の流れの中で戦争関連の建物となり、最後は空襲でなくなるとは何とも意味深いものです。いかがだったでしょうか。六名館にまつわるあれこれをまとめました。当時世界を牛耳っていた白人社会に一刻も早く近づこうと精一杯頑張ったけど、結局いろいろと足りなかったという歴史の1ページ。でも成長するには回り道も必要なこと、
そして遠回りをしたからこそ見えたこともあるはずです。明治維新には他にも面白いことや不思議なことがたくさんあります。またまとめたいと思います。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。感想や別の論点などをお教えいただくと幸いです。リクエストなどもお待ちしております。高評価やチャンネル登録いただけると励みになります。よろしくお願いします。